ドイツと日本からお届けする姉妹カンパニー。今日はコロナで不安を煽る親、希望を与える親についてお話ししたいと思います。まあ世間でね、まあ特に日本はさ、ニュースでさ、いつもさ、コロナのなんか状況とかさ、まあ不安を煽るニュースって多いやん。いやもうそれしかないかもね。それしかない。なんかもうどこつけてもコロナやねん。あたまに、なんかそうやってさ、うん、ね、所さんのさ、日常とか、あなんか、うん、こと、視点で、してはるわって思うねんけど。うん、ネタもないんやろな。うん、と、あとはなんか、うん、共感みたいなもんかもね。みんな不安。うん。うん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 。そうやな。だからさ、やっぱりさ、その、みんながそうやって不安に陥るやん。そういうテレビを見たり。うん。うんうんそういう時の時こそ、やっぱりね、子供ってすっごい見てるよね、親の。でさ、なんかそういう、親が、まあ不安、テレビを見て、うわ、感染者何人やってとか、いや、もっと消毒しなあかんわ、とか、もう常にやっぱ除菌、除菌、除菌って走るのか、うん、なんかそういうテレビを見ても、ちゃんとね、やっぱ情報を得て、なんかただ単にさ、あ、いけるって、うん、いけるってっていうのと、それはまたちょっと違くて、うん、まあ情報をね、ちゃんとした情報から情報を得て、うん、知識を得てさ、うん、コロナっていうのはこういうものなんや、じゃあこうしな、うん、みたいな感じで、うんうん、で、子供になんか、いや、大丈夫なんやで、こうしてたら大丈夫なんやでっていうのを、うんうんまあ、正しくね、怖がるっていうところが本当に、うん、大事やなぁと思う。うんうんうんそんないやそんなだって幼稚園とかね、うん、そんな小さい子がやっぱり不安がるって、うん、やっぱいろんな影響が今後出てくると思うねんな小さい時にそこまでこう本当はさ、うん、何も考えずに、うん、何も怖いものなしぐらいに生きていく唯一の年代やうん、それがやっぱ除菌しなとかコロナで死ぬなんて言葉をこううん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 、知ってしまうってやっぱすごい罪深いよね、うん、横でもし親がそんなこと言ってるんだったらいや、まあ、そうよね、ね、ほんと外で頑張らなあかんことがめちゃめちゃ多くってね、うんうん、そう今ほんますごいもん、うん、友達でもそうそうやっぱりすごい不安やと思うねんな、うん、それをやっぱりこう親がいかに家の中だけでも安心安全な場所にしてあげるかっていうのがやっぱり、うんうんうんまた子供たちが外で頑張れる。うん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 。それはあるよね。なんか、本当にさ、幼稚園とかも先生とかも、小学校とかもさ、うん、始まってもすっごい徹底してるから、うん、もう本当席と席をね、開けたりとか、うんうん、トイレも一人ずつ入れたりとか、うん、もう本当に、なんていうの、コロナの前のさ、普通の私が過ごしてきた日常と、うん、本当違う日常、子供たちは幼稚園で学校行ってるし、うん、もう常に3密あかんあかんって言われてるわけよ。でさ、うん、だからあそ緊張感たるやすごいと思うねんな。そうそうそう。で、この前さ、私、まあ、幼稚園のお迎え行ってさ、まあ、公共のバスでお迎え行って帰り乗ってて、で、うん、下の子と、まあ、幼稚園の子2人席座らせてさ、私、うん通路挟んでさ隣に座ったんよ私の前はドイツ人が座っとってんやんか、うん、さ息子がさママとか言って言うから何って言ったらさ三密とか言われてさドイツ人のすぐ後ろに座ってさえなんなんドイツにいても三密って言葉知ってるんや私すげえなすげえなやと思ってあれはそうあれは小池さんだけのものじゃなかったやっ日本だけのものやと思ってそんなとこまで情報がいやねだからなあこんだけ親が言わんでも幼稚園で言われたことをさ、うん、子供が思うねやと思ってさ「いやマスクしてるから大丈夫やで」とか言ってさ、うん、言ってんけどさ「まあ3密離れた方がいいよ」とか言われてさまあお迎えいたらやっぱさめっちゃ離れてるわけよ絵本の読み聞かせん時も席な。もうポツンポツンポツンや部屋に、うん、3密言われてんやろなと思ってさ、うんうんうん、だからこそやっぱ家で不安がってたから、うん、ほらもう行きつまんで思った、うんうんうん、コロナじゃなくて違うね精神病になるわいやほんま思う、うん、これがな
今のこの恐れとか不安がな大人になって出てくるんややっぱり、うんうんうん、そういう精神病とかって特に、うんうん、だからさやっぱりここでいかに子供らの心をほぐすって大事やな、うんうんうん、だからやっぱその創造性よな、そういうことが行われてるから、うんうんうん、うちの子がやっぱりこう、うん、どれだけ、うんうん、頑張ってるんだろうっていうことまでやっぱ想像してあげて接してあげないと、うん、いやほんまただなんかさ機嫌悪いとかさただなんかこうベイビー言うとかっていうのをさなんかこうただ怒り散らしてさ、うん、でしてしまうと本当、うん、なんかほんまのなんか心キャッチできないよね、うんなんかうん子供が SOS 出してんねんけど、うんうん、いや本当に心の親と親の距離がもうどんどん遠ざかっていい、うん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 、そこはやっぱね密にしなあかんし近づいとかなあかんもの、うん、本来はさ、うん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 、そうだからさ私もやっぱりそのさまあ一応さそうやってなんか何いけるっていけるってって言ってるけど、うんうん、ちゃんと講義とか受けてるわけよそういうコロナのね、うんまあ、お医者さんであったり、うん、ホリスティックの専門家だったりさ、うんでまあね、やっぱ情報はね。そうそう、うん、情報は、まあ、有料のね、情報をちゃんと入れた上で、うん、まあ、子供たちに、うん、こういう理由やからいけんねんでとか、うん、早寝早起きしても、とにかく免疫力上げんねんでとか、うん、そういうことを、まあ、家で言ったりしてんねやんか。うん。うん、だから、なんか、なんでこうなのかみたいなさ、ただ単になんか早寝早起きしろって言っても、子供を言うこと聞けへんからさ、うん。うん、やっぱりこうやるから、こうやってあかんくなって、うん、早寝早起きやでみたいな、なんか、うん、なんか流れ的な話を言ってさ、うん、だから本当にもう正しく恐れながらでも心、うん、大人私ら自身がねやっぱり心穏やかになる準備を日々していくっていうのがやっぱ大事だと思うのでね、聞いてる皆さんも、うん、まあもちろん不安だと思いますが、うんうんうん不安だったらやっぱりそれをねちゃんと不安にならないような行動をとっていくってことが大事だと思うのでね、うんうんうん、はいなのでどっち側に行くかそうねうん、うん、それだけでも子どもにとっての影響って計り知れないと思いますので、うん、そうです考えてもらえたらいいなと思っていますはい、 はいお聞きいただきありがとうございましたありがとうございました姉妹カンパニーのチャンネル登録よろしくお願いします。